すごい可愛いでしょ。すごいプニプニしてるんです。肝心な音が鳴るかどうか。いや、めっちゃ美味しそうですよ。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、食品系のガチャガチャを6個引いてきました。大好き食品モチーフです。ってことで早速開けていきたいと思います。ゴー。はい、ではまず一つ目です。2個入りチルドデザートマスコット、トイズスピリッツさんから発売の300円のガチャです。さあ、せーの、はい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 、はい、こちらラインナップです。全5種、なんとかわいい。 A 焼きプリン、あ、こういうのスーパーにありますよね。いいよいいよ、かわいい。そして B はヨーグルト、あー、これね、2個入りっていうのがまたかわいいんですよね。しかもこれの何がかわいいって、ABC はフィルムにくるまれていますって、破いたフィルムは元には戻せませんって書いてある。このね、フィルムに包まれてるっていうのがまたリアルですよね。そして C がコーヒー牛乳プリン、おー、なんかパッケージだ、ほら可愛くないですか。イラストが載ってる。あ、でもこっちも載ってるよ、よく見たら。あ、こういうなんかちょっとレトロチックでもあるのかしら勝手に言ってるけど。そして D が、おー、なんだこれ、すごい、トロピカルゼリーやって。 E が杏仁豆腐、あー、でもね、杏仁豆腐も可愛いと思うんだよな。いや、どれでも可愛いよな。さあ、どれでしょうか。いきます、せーの。あ、なんでしょうか。あ、見えない、わからない。あー、これは可愛い言うたやつじゃないの。はい、じゃじゃじゃーん、コーヒー牛乳プリンが当たりました。可愛い。これはフィルムに包まれてる方です。こうやってパンパンでしょ、フィルムが。パンパンっていうのもあれやけど。すごい可愛いでしょ？この台紙にもちゃんと、あ、このコーヒー豆のイラストとか、見てください。ミルクたっぷり、まろやかな美味しさ言うてますよ、これ。で、ここにね、トイスピさんのトイスピって書いてある。ってことで、じゃあ次。はい、では二つ目です。こちら、トーストオンウッドボード。レインボーさんから発売の400円のガチャです。買ったるよ、開いた。はい、こちらラインナップです。カラーでしょ、最高最高。そして A が、あら、 A タイプ、 B タイプ、 C タイプらしいです。それぞれの名前はないから、じゃあオリジナルでつけちゃおうかな言うて。これはね、ベーコン卵でしょ、ベーコン卵ブロッコリーにしようかな、 A タイプ。それ全部言うただけ。そして B が、あ、カプレーゼ風かな、これトマトとかさ、おしゃれな紫の玉ねぎ、なんて言うんだっけ、紫オニオンとかが乗ってんじゃないですか、これ。ハーブかバジルかなんや知らんけど。そして C が、なんだ、アボカドか、これ、アボカドとトマトかな。あ、このね、 D はね、スイーツ系じゃないですか、チョコとホイップが乗ってます、いちごか。あ、これもおしゃれすぎるやつじゃない、グレープフルーツとか、なんかオレンジなんちゃら、オレンジレンジじゃないや。なんかその柑橘系が乗ってて、上にこれモッツァレラかなんかが乗ってるじゃん。こういうご飯ありましたよね、なんだっけ、ブッラータみたいなやつ。もうカタカナよくわからんけど。さあ、どれでしょう。さあ、いきます、せーの。お、お、あ、これほら、ブッラータじゃない。はい、こちら出ました。タイプ E です。しかも見てください。ラインナップで思ってたよりも、トーストが分厚いんですよ。わかるかな？めっちゃリアルですよ。美味しそう。この柑橘系のオレンジと、なんて言うんやっけ、これ。めっちゃどうするでした。赤色のグレープフルーツですよ。ね、うん。で、ここ見てください。ホイップクリームがもう、もうこぼれんばかりに。しかもこのなんかシロップみたいなのも流れ落ちてますよ。これね、食品モチーフとしてレインボーさんってすごいもう手作りでね、やってはることが多くて、もうなんかミニチュアとかの域を超えて、もう食品サンプルなんですよね、レインボーさんっていつも。いや、すごいすごい。思ってた以上にリアルですよ。これ可愛いです。いいよ、よかったです。じゃあ次。はい、では3つ目です。こちら、色チェーン餃子。エールさんから発売の300円のガチャです。これもまたね、面白いと思うんですよ。いきまーす、せーの。あ、出
出た出た。はい、ラインナップです。こちらもカラーレス最高。これね、面白いんですよ。日光に当てると白い餃子がこの色に変わるよっていう、でこの色それぞれが具材の味があるよっていうまず、あ、これはエビ餃子。あ、エビ餃子赤いね。あ、しかもカプセルが赤いってことはこれじゃないな。見て見て、だってほらカプセル赤いのはエビ餃子とマーラー餃子ってすごいな、そんな味あるっけ。だからカプセルが黒かったんで、かぼちゃ餃子か野菜餃子ってことですね。いやん、これ全部かわいいよ。どういう感じなんでしょうか。さあ行きますよ、せーの。あ、白い、そっか、日光に当てないとダメだから。はい、これはね、黒いフライパンだからかぼちゃ餃子か野菜餃子だと思いますどっちかわからんのかいっていう。ちょっとね、日光に当ててしばらく待たないと色変わらないみたいなんで、後でちょっとやってみたいと思います。まずね、この造形がですよ、すごいプニプニしてるんです。これ理想の餃子やね。美しい形ですよ。しかもこのプニプニ加減、これね、みんなにもぜひ引いてほしい。しかもこれ多分かぼちゃ餃子じゃない？中にうっすらオレンジが出てますよ。自分でやる前に自分でネタバレするんかいっていうね。そしてこれはね、カプセルもフライパンになるんです。ここ取ってね、つけようと思ったんですけど、入らないな。こうやって。中に餃子入れて、はい、焼いてますよっていう絵が本来皆さんにお届けできるはずでしたちょっとこれ後でできるんやったら、ちょっともう一回トライしてみようと思います。ってことで、じゃあ次。はい、では次こちらです。2つ欲しすぎて2つ引いてきました食品サンプルシリーズ、行列のできる老舗の味、焼きとん編。タカラトミーアーツさんから発売の200円のガチャです。こういうね、焼き鳥系とか、さっきの餃子とかね、渋い系の食品モチーフが大好きなんで、ちょっとこれね、欲張って2つ引いちゃいました。あ、かぶらないでくれ。お願い。せーの。はい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 。はい、こちら、ラインナップです。珍しい、縦です。縦のラインナップ初めて見たわ。はい、まずこちらです。頭の塩。あー、いいよね。頭うまいよ。あ、頭のタレ。ちなみに、ワイはね、焼き鳥、結構塩派です。皆さんどっち派ですかね。タレが多いかな、やっぱ。そして次、白の塩。白のタレ。あー、これ皮ってことですかね。うわー、塩がいいなー。で、これずるいですよね。一個の種類で塩とタレの空張りを出してくるっていう。これ第2弾とかも出してほしい。だって焼き鳥ってこれだけじゃないやん。いっぱいありますやん。そして最後が、あ、これいいよ。トンツクネの塩とタレ。いやー、どっち？全6種やから、タレか塩かしか手に入らないんですよ。これはちょっと塩を求むけどねってことで、どれでしょうか。さあ、いきましょう。せーの。あ、なんで？なんで？なんで？お？あ、これ、なんだ？はい、じゃじゃん、見て見て見て、めっちゃかわいい。うちこういう渋い系大好き。これはね、頭のタレかな？いや、めっちゃ美味しそうですよ。ガチのリアル加減。今日めっちゃ食品サンプルっぽいのが多くて、めっちゃ満足度高いんですけど、この焦げ具合とかもやばくないですか？うわ、美味しそう。かじれそう。もうなんかタレの匂いしてきそうやもん。今匂い嗅いだらそんなことはないけど。めっちゃ可愛い。嬉しい。可愛い。渋い。大好き。焼き鳥大好き。餃子に負けんぐらい焼き鳥も好きです。モチーフとして。うわ、これね、コンプした案件かなっていう、マジで。いや、リアルガチで。嬉しい。じゃあ次、二つ目。かぶらないで。頼む。お願い。はい、二つ目。カプセルの色一緒なんだよな。危ない。せーの。はいはいはい。いきます。怖い。かぶらないで。なんだなんだ、あ、違う違う、これ。はいはいはい。じゃじゃーん。これはね、白のタレかなーっていうね、皮ですよ。めっちゃうまそう。嬉しい。かぶってないのがまず嬉しいっていうね。しかも皮が焼き鳥の中で一番好き。ほら、なんか、
2つ並んだらより可愛くないですか。しかもよりリアル感が増す。めっちゃいい。これね、リアルなんですよ。この照り感、タレの照り感とか焦げ目のつき方、あとランダムな感じのこのね、お肉の大きさ形、やばいね。どれをとっても本物やんっていう。あ、これ最高ですよ。普通にこうやって、はいはい、焼きますよ、言うて、お皿に出したらこれ、騙せるんじゃないですか？焼き鳥食べましょう、言うて、これ、ガチャガチャのキーホルダーやないか、言うて。いや、嬉しい。よかったです。これはね、もう一回お代わりできたらいいなっていうやつかな。ってことで、じゃあ次はラストですね。いきたいと思います。ゴン！はい、ではラストです。フライパンマスコット。J ドリームさんから発売の500円のガチャです。500円高級、いきます、せーの、はい、こちらラインナップです。これ、ね、食品系と言いつつギミックがある面白いやつなんでちょっと引きたくって、そして食材は何かと言いますと、目玉焼き、牛肉、チャーハン、ノーマル、ははチャーハン、キムチ、え、可愛くない？あと豚肉やって、あ、どれだろう、これ楽しみにしてたんですよ。ゴー、いきますよ、せーの、なんだろうかわからないぞ。あー、ってことで見て、これはチャーハンでした。めっちゃ可愛い。このね、食品モチーフとしてもこのチャーハンすごい可愛いですよ。あ、すごい、後ろに磁石があるから、これが何か秘密なんかな。すごいすごい、このね、造形がすごいんですよ。グリーンピースかしらいうやつとか、卵かしらっていう黄色みとか、あとこれなんやろ、肉かな言うて、これはなんやろね。うわー、可愛い。このね、一個一個の粒感とかもちゃんとリアルに再現されてます。ほら、粒立ってるの、チャーハンが。そしてフライパンのサイズ感もまた可愛いんですよ。これどういう仕掛けで音が鳴るのかっていう。いや、そしてこれ見て、コンロもまた可愛いですよ。あーちーちー、見てここあっちーちーって書いてる、可愛い。コンロはあっちーちーっていうメーカーらしいですよ。ゴーひどみしか使わへんやん言うて、可愛い。これが音が鳴るんですよ。そしてここがね、こうつまみが動かせる、可愛い。肝心の音が鳴るかどうか、いきましょう。すごい、鳴ったけど鳴り続けている。これすごいね。多分さ、ほんまに焼いてる音を録音してるんじゃないか。カンカンって言う音もしたもん。やば、すごっ。ね、カンカンって、この多分この何、フライでカンカンカンってこう前を回かき混ぜてるやつじゃないの。すっげー、これさ、ってことは多分音それぞれ違いますよね。豚肉、牛肉、目玉焼き、やばい。これ500円やろ、あと何回引けばいいの。他の種類もちょっと音聞いてみたい。食品系でこんなギミックあるのね、珍しいんで、これレアですよ。皆さん見つけたら引くべき、おすすめ。かわいい、よかったです。はい、というわけで、今回は食品系モチーフをいっぱい集めて開封した動画でした。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画も見てくださると嬉しいです。ありがとうございました。さよなら。